何でも夢が叶う不思議な世界、行ってみたくない？ハロウィンパーティーなのに全然全くダーリンと二人きりになれなかったわ。みんなダーリンのこと好きすぎなのよ。次から次にいつも誰かが話しかけて、こうなったら暖炉の火に隠れてダーリンを待ち伏せしちゃおうかしら。ん？何今の声？あっちの方から。泥棒？魔獣？まあ、どっちにしろぶっ飛ばせば済む話ね。ひひひひひ。この中からみたいね。でもこんな部屋あったかしら。あれ？誰もいない。僕はハロウィンの、まあそんなこといいや。さっきは驚かせてごめんね。はい、この服お姉さんにあげる。この服って、あ、これハロウィンの仮装衣装。いいじゃない、すっごくセクシー。これならきっとダーリンもイチコラね。その服を着ていっぱい楽しんできてね。何でも夢が叶う不思議な世界を。え？夢が叶う？何それ、どういうこと？つまりその服を着ると仮装が楽しめちゃうってことだよ。仮装が楽しめるって当たり前じゃないの。仮装衣装なんだから。そうじゃなくて、衣装の方の仮装じゃなくて、もしもの方の仮装だよ。例えばお姉さん、ドラゴンだけど人間の男の人が好きなんだよね。え？そうだけど、なんで知ってるの？教えない。それよりもさ、お姉さん、その彼と今とは違う人生を歩いてみたくない？彼は今流浪の王子様だけど、例えば商人だったらとか、芸術家だったらとか、今とは全然違う楽しい毎日が待ってるかもよ。いろんなダーリンと今とは違う人生をしたい。したい、その体験超してみたい。それって例えば私がヒューマンに生まれて夫婦でいろんな暮らしを楽しんだりもできるのよね。もちろん、その服を着れば思いのままに体験できちゃうよ。仮想の世界、いっぱい楽しんでね。ハッピーハロウィーン。ありがとう、ハッピーハロウィーン。って、消えちゃった。あいつ、何だったのかしら。それにこの服、仮想衣装かと思いきや、まさかの仮想衣装だなんて。早速着てみましょ。これでオッケー。さあ仮想の世界にレッツゴーよ。
まずはどんな暮らしがいいかしら。そうだわ、人里離れた家で私とダーリンの夫婦二人暮らし、それなら邪魔は入らないわね。よし、二人きりで思いっきりイチャイチャするわよ。ニューライフ、ニューラブ。小さな家の中、じゃあここが私とダーリンの愛の巣。どうしたムム、まさか自分の家のことを忘れたのか。ダーリン、私たちその結婚してるのよね、ね。ああもちろんだよ、ムムは俺のたった一人の妻じゃないか。この貧しい地で二人きり支え合って生きてきた、そうだろ。ああ、私がダーリンのワイフ、そして二人きりの生活、最高。まさに思い描いた通り、理想の状況だわ。でもどうしたんだ、いきなりそんな分かりきったことを聞くなんて。ううん、なんでもないの、ただちょっと寝ぼけてただけ。そうか、ならよかった。よし、じゃあ外へ行こう。今日も二人で頑張って野菜を作ろうか。野菜？どうしてダーリンがそんなことを？どうしても何も、生きていくためさ。こんな人里離れた場所じゃ自給自足しないと。人里離れてって、ああ！それ私が望んだやつ、だからこんな状況に。仮想の世界ちょい面倒かも、何もかもが都合よく行くわけじゃないのね。さあ二人で分担して畑を耕そう、ムムはそっちを頼む。わかったわ、えい。これが人間の体、ちょっと動けばすぐ疲れて、ほんとひ弱な生き物でも。ムムそっちはどうだ。もう少しで終わるわ。よし頑張れムム、俺も頑張るよ。なんか新鮮、私は今ダーリンと同じ苦労をしてる。きっとこれが人間の夫婦になるってことなのね。ほらダーリン、もう夜よ、家に帰りましょう。いやいや、もうちょっとだけ、ほらこんなところに雑草が。これでよしっと、人参も玉ねぎも元気に育ってくれよ。もうダーリンたら私のこと全然相手にしてくれない。せっかく誰もいない世界に来たのに何も変わんない、城のみんなが野菜になっただけよ。あー大変だ、キャベツの新芽が虫に食われて。ダーリン、それくらい明日でもよくない、今日はもう遅いし。いや放っておけないよ、今野菜たちは苦しんでる。そんな野菜たちを助けることができるのは俺たちだけなんだから。そっか、ダーリンはどんな時もどんな場所でも何かを助けずにはいられないのね。ダーリンらしいといえばらしいけど、やっぱりこんな世界は嫌。せっかくの夫婦だもの、ダーリンには私を一番に愛してほしいの。どうすれば私の理想の夫婦になれるのかしら。
ダーリンが人助けも野菜助けもしない世界。そんなの。いや、あるわよ。要は、苦しんで困ってる人が誰もいなきゃいいんでしょ。じゃあ、政変が無事で、この国が平和なままならオッケーじゃない？決まりね。次の仮想の世界は、ダーリンが旅立たないで、平和に王子を続けてる世界ってことで。それで私は、王子のお嫁さん、つまり、お妃様よ。うなれ仮装衣装カモンロイヤルウェディング。おーい、王子様、ムム様、ご結婚万歳。ムム様、ようこそアルベリアへ。すごいお屋敷。ここが私とダーリンの愛の巣。ああ、俺たちのために父上が建ててくれたんだよ。あのアローラスも一度は私をぶち殺そうとしたのに。で、あれはなかったことになってるのよね。ここは本当に平和な世界。ムム、アローラスなんて呼び方したらダメだよ。ちゃんとお父様って呼ばないと。そうね。お父様。ゆっくり慣れていけばいいよ。大丈夫。時間はたくさんあるんだ。だってムムは俺の妃。これからずっと一緒なんだからさ。ダーリン、嬉しい。ずっと、ずっと一緒よ。よかった。このダーリンは、私を見てくれてる。この世界ならなれるかも。私の理想の夫婦に。失礼いたします。会食の準備が整いましてございます。ありがとう、すぐ行くよ。会食？誰かと会うの？ああ、ムムは王族の一員になったんだ。だから他の家族に紹介しないとね。なるほど、そういうことね。で、ちょっと待って。他の家族ってつまり、あの、ダーリンの兄貴たち？はっは！ありがたく思え。このエミール様が弟の嫁の顔を見に来てやったんだからな。私もお邪魔いたしますわね。愛しの弟がどんな風変わりな。ご本、しっどんな麗しい女性をめとったか興味がありますの。この二人だけ？ちょっと安心したわ。兄さんたちは今遠くの領地を治めているからね。みんな一堂に集まるのは難しいんだ。あら、ムムさんでしたかしら。もしかしてアルベリア王国の状況をご存じない？随分と勉強不足ですこと。王室に入った自覚が足りないのではなくて？すみません姉さん、ムムが失礼しました。え？なんでダーリンが謝るの？俺たちは夫婦だからね。妻の責任は夫の責任でもあるよ。そうなの？それが夫婦？よくわからないけど、私が失礼なことするとダーリンが困るの？仕方ないわ。ここはできるだけ失礼のないようにしないと。要は、お妃らしくしてればいいのよね。
お妃、お妃。でも、お妃ってどんな人だっけ？テーブルマナー？適当にフォークぶっ刺して食べるだけじゃないの？食器を鳴らすな？なんで？どうして？おいおい、そのムムって女、本当に大丈夫か？何度もすみません。ムムには後でちゃんと。どうして？何が悪いの？私なりに頑張ってお妃になろうとしてるのに。お妃って何？王族って何？でもまあ、お前にはお似合いの女かもな。第7位王位継承賢者なんて王族のみそかすみたいなもんだし。はあ、ふざけんじゃないわよ。ちょっとエミュール、ダーリンのことバカにしたわね。なんだその乱暴な言葉遣いは。無礼だぞ。まあ実に嘆かわしいですわ。あなたのような気品のない女性が私たち王族の末席なんて。言葉遣い？気品に王族？それが何よ。私がバカにされるだけならまだ我慢できる。でも愛する人をバカにされて黙ってられないわ。王位の順番？くったらない。そんなので人を見下すとか本当に器が小さいわね。なに？貴様、俺を侮辱したら弟の嫁だろうと許さないぞ。父上に言いつけて牢屋に入れてやる。親に頼らなきゃ何にもできないのね、エミュール。あんたの方がよっぽどみそかす。ムム、ダメだ、こらえて。ダーリン、なんで止めるの？俺のために怒ってくれたのはとても嬉しい。でも王位を軽んじる言葉だけはダメだ。王族にとって継承権の順位は絶対だから。ダーリン、そう、わかったわ。私はダーリンのお妃になっても幸せになれないってことが、自分じゃどうにもならない注意に振り回されて私のせいでダーリンが辛い目に遭わされる、こんなのに耐えなきゃいけないなら王族なんてごめんだわ。またダメだったわ。お妃、いいアイディアと思ったのに。平民もダメ、王族もダメ。他に何かあるかしら。商人の夫婦？職人の夫婦？結局ダメな気がするわね。私がうまくなじめないと、またさっきみたいにめちゃくちゃに。だったら二人で気ままに生きていくしかないわ。風の吹くままに流されて何にも縛られず、そう、愛さえあればいいの。夫婦二人で遠く、ただ遠くへ。ああ、見えてきたわ。ここが私たちの終着地で、あら、ダーリン？もう何もいらないわ。ダーリンと二人夫婦でさすらえるならそれもいい。仮装衣装よ、願いを叶えて、私たちを冒険者に。
今回は外にいるところから始まるのね。ま、冒険者らしいけど。ダーリン見つけた。何か用か？あれ？ダーリン？機嫌でも悪いの？別に。え、ダーリン待って！どういうこと？私たち二人で旅する冒険者で夫婦なんじゃないの？冒険者なのは間違いない。だが夫婦か。まあどうでもいい。そう呼びたければ好きにしろ。え？ダーリン、なんか雰囲気違わない？おかしなこと。俺は昔から俺のままだ。親に捨てられ、泥水をすすりながら生き抜いてきた。しがない冒険者だ。嘘。何もかも全然違う。もしかして、私がダーリンとの二人旅を望んだから、なの？なんか悪いことした気分。私のせいで、ダーリンが辛い生い立ちに。ムムこそどうした？さっきから様子がおかしいぞ。まさか熱でもあるのか？ダーリン、私のこと心配してくれるの？心配もするさ、ムム。お前は俺が幼い頃からそばにいてくれたたった一人の仲間だ。どんな危険もどんな困難もお前と乗り越えてきた。その関係を夫婦と呼びたいなら、そう呼べばいい。ダーリン、この世界のダーリンは私だけを見てくれてる。それはすごく嬉しい。でもこんな別人みたいなダーリン、本当にダーリンと呼んでいいの？この世界での夫婦生活どうなっちゃうのかしら。くらえ！はっ！ダーリン強い！さすが、ずっと戦ってきた冒険者ね。ムム、そっちにも行ったぞ。わかったわ、任せて。えい！武器が重い。もう人間の体って響きね。やばいわ、避けられない。ムム！ダーリン！こんな、よくもやったわね。大丈夫だ。それよりムム、お前は平気か？ええ、でも代わりにダーリンが。いいんだ、俺のことは気にするな。お前が傷つくくらいなら俺が傷ついた方がよほどいい。ダーリン、ああ、やっぱりダーリンだわ、私の大好きな。すさんでて不器用だけど、お人よしで優しいのは同じ。やっとわかった。私、ダーリンのそういうところが大好きだったんだわ。私、もう迷わないわ。この世界でこのダーリンと幸せな夫婦生活を送るの。今の私は冒険者なら、やることは一つよ。出たわね、魔獣。
悟しなさい。てい、あ、または、むむ、無謀な戦いをするな。お前は俺の背中を守ってくれ。それだけで十分だ。でも私、ダーリンと一緒に戦いたくて。その気持ちは嬉しいが、俺の前にまで出る必要はない。今みたいな戦いを続けていたら命がいくつあっても足りないぞ。平気よ、だって私はドラゴンじゃないんだったわ。今はあんなしょぼい魔獣の攻撃でも食らえば死んじゃうかも。もう不便な体、なんで人間なんかに。待って、私今何を考えて人間なんかって。だってそれ私が望んで。ムム、おいムム、どうした、大丈夫か。大丈夫よ。そうか、ひとまず今日はここで休もう。じき日も暮れるしな。はあ、ダメだわ、眠れない。私どうしたいの、どうなりたいの。人間が羨ましかった。人間になればダーリンと添い遂げられるから。だからこの仮想の世界で私は人間になった。でも体が人間になっただけ。私の心はドラゴンのまま。そう、私は飛竜ブリュンヒルデ、紅蓮の主にして豪華をまとう気高い存在。その誇りを捨てて心まで人間に。そんなのしたいの、できるの。わかんない、自分の心なのにわかんないわ。ムム、大丈夫か。顔色が良くないぞ。え、そう、ゆうべあんまり眠れなかったからかしら。ゆっくり休める場所が必要だな。町へ行くか。うん、ありがとうダーリン、気を使ってくれて。お前は俺のたった一人の仲間だからな、これぐらい当然だ。この世界のダーリンは私の知るダーリンとは違うけど、優しいところは同じで。私このダーリンのために何かしてあげたい、役に立ちたい。でも今の私に何ができるの。ドラゴンの力をなくし何の取り柄もない人間になっちゃった私に。ムム、おいムム、何をぼーっとしている。どうしたのダーリン。気をつけろ、魔獣の群れだ。分かってるな、ムム、この間のような無謀な戦いは。ええ、大丈夫、今度はダーリンに迷惑かけないから。私の心はともかく体は人間、死なないよう慎重に。危なかった、このお返しよ。
せたわ。今の私は自分の身を守るので精一杯。魔獣なんて飛竜だったら一撃なのに。全て片付いたか。怪我はないな、ムム。ええ、なんとか。よし、では出発しよう。さて、町のある方向は。なら任せて。空から見下ろせば。で、ああ、もうまた。ん？とにかく少し待て。地図を出して道を確かめる。うん、お願いね。地図、私じゃ役に立てなさそうね。読んでもわかんないし。よし、道はわかった。行くぞ。戦いでも冒険でも私はダーリンの役に立ててない。私こんなのでダーリンの隣にいる意味あるの？街道に出たはいいけど日が暮れちゃったわね。今日はここで休むか。ついでに食事にしよう。ええ、わかったわ。と言っても味気ない干し肉なのよね。いつもはクラウがいたから旅先でもいろんなもの作ってくれたけど。うん。どうした、ムム？あ、その大したことじゃないんだけど。もしもよ、私が料理できたらダーリンは喜んでくれる？料理か。そうだな、別にどちらでもいい。そうなの？ダーリン、美味しいもの食べたくないの？それとこれとは話が違う。俺がムムに求めているのはそういうことじゃないからな。ダーリンが私に求めてるもの？それって？お前はただ俺の隣にいてくれるだけでいい。ただ隣にいるだけ。でも私は。いいんだそれで。俺はお前がいてくれるだけで心が安らぐんだ。夢も希望もない。戦って生き延びるだけの擦り切れそうな毎日。そんな中でお前の隣にいる時だけは幸せを感じられるんだ。そうだったの。ダーリン、そこまで疲れ果てて。この世界で俺の居場所はお前の隣だけ。ダーリン？寝ちゃった。本当に安心しきった顔で。居場所は私の隣だけか。この世界のダーリンって心の支えは私だけなのかも。その私がいつまでもうじうじ悩んでたらきっとダーリンも心が休まらないわよね。よし、決めた。私、身も心も人間になる。ドラゴンだったことは忘れて。人間のまま人間にできることで愛するダーリンの支えになるの。料理も覚えて、地図の読み方も覚えて。この愛のためなら全て捨て去ってみせる。私が私である理由、飛竜のプライドすら全て。この愛のためなら全て捨て去ってみせる。私が私である理由、飛竜のプライドすら全て。
おはようダーリン。今日の朝食は豆のスープよ。ありがとう、いただく。うまいな、体に染み渡る。本当？よかった。冒険者ギルドで知り合った女の子に教えてもらったの。隠し味でたっぷりの愛情も入れてあるわ。さ、たくさん飲んで。ああ、おかわりもらおうか。はーい、喜んで。地図によると町はこっちね。そうか、助かる。ムムの案内は正確だからな。お前のおかげで安心して旅ができるようになった。ありがとう。お礼を言うのはこっちの方よ。ダーリンにはいつも魔獣から守ってもらってるし。そうだな、魔獣の相手は任せろ。ええ、頼りにしてるわダーリン。ああ、私今すごい幸せ。愛する人と支え合ってる。これが人間の夫婦、これが人間の幸せなのね。ドラゴンの誇りは失ったけど、それ以上のものを手にした気分。ムム、止まれ。どうしたの？真剣な顔して。魔獣の気配だ。すぐそこに来るぞ。なんて方向だ。確かに結構強そうね。この世界に来て一番の強敵かも。でもダーリンだってすっごく強いんだから、絶対に勝つわ。ムム、こいつはお前の手には余る。後ろへ。分かったわ、気をつけてねダーリン。ああ任せろ、絶対にお前を守り抜いてみせる。行くぞ。甘い。たっ、さすがダーリン、余裕ね。このままやっちゃえ。ネクロマスか。敵はどこだ。ダーリン、まさか目が。ムムの悲鳴、まさか。ムム、ムム。人間の体ってほんと弱。たったの一撃でこんな。すごく痛くて苦しい。私もうすぐ死ぬのね。でもダーリン、怪我はない？ああ、俺は無事だ。だが代わりにムムが。いいのよ、これでダーリンが無事なら。後悔なんて全然ない。誇らしい気持ちでいっぱいよ。さあダーリン、戦って、そしてあの魔獣を。ダメだ、俺はもう戦えない。え、ムムは俺の心の支えだ。お前を失ったら俺は。そんな、このままじゃダーリンまで。私が何とかしなきゃ。でももう体がどうにもならないの。二
り、ここで終わり。でもそれでいいのかもしれないわね。どっちか片方だけ生き残るより、二人仲良く人生に幕を閉じる。人間たちはそういうの、幸せに添い遂げたって言うんじゃない？だけど、いいの？本当に、それで。これじゃあ私、愛する人をむざむざ見殺しにすることになるのよ。やっぱり、いや、そんなの、死んでも認めない。そんなの、私の恋じゃない。だから、動いて、私の体、ここで根性を見せなきゃ。強く、気高いドラゴン、飛竜の名折れでしょ。これ、ドラゴンの力。どうして、今、私は人間？あ、もしかして、衣装？魔獣の攻撃で破れたから？ううん、理由なんて、どうでもいいわ。とにかく大事なのは、愛する人を守る、それだけよ！ムム、やらせない、やらせないわ。命が燃え尽きてもこの思いは燃え尽きない。消し飛びなさい魔獣。うわあ！どうよ、飛竜の本当の力、思い知った？飛竜？ムム、今のは、一体どういうことだ？ダーリン、隠しててごめんね。私、本当はドラゴンなの。ああ、この仮想の世界とも、そろそろお別れみたいね。お別れ？ムム、待ってくれ。どこかに行ってしまうのか？まあ、なんとなく分かってたわ。ドラゴンの力を取り戻すと決めた時から。それでも私は、こうするしかなかった。人間として手に入れた幸せを失うよりも、愛する人が目の前で死んじゃう方が怖かったんだもの。ムム、嫌だ、行かないでくれ。ムム、ムム。だから私は満足よ。こうして生きてお別れを言えて。バイバイ、もう一人のダーリン、楽しかったわ。正常の部屋、なんだか久しぶりな感じね。こうして戻ってきちゃえば、あの体験もただの夢。でも完全に消えたわけじゃないのよね。不思議な衣装はまだ私の手に。もう一度この衣装を着て念じれば、また仮想の世界に。ううん、それはもうなしね。私は根っからのドラゴン。ドラゴンだからこそこの恋をした。たとえ無理でも無茶でも、この道を行くしかないの。このままドラゴンと人の恋路を、甘い夢を見続けるより、この現実で夢を叶えてみせるわ。ハッピーハロウィン、マイダーリン。
どんなに痛くても癒しはいらないわ。